前田健三は、大阪府出身のプロバスケットボール指導者。B リーグ B1 に所属する、秋田ノーザンハッピネッツのヘッドコーチを務めている。小学校4年生の時にバスケットボールを始める。大小学園高等学校卒業後に渡米し、ネブラスカ州立大学科に移校に進学。その後、ヒューマンアカデミーアシスタントコーチを経て、2008年、BJ リーグ。 高松ファイブアローズのアシスタントコーチ兼通訳に就任。同時に同チームのバスケットボールスクールコーチを務める。2011年7月、金沢厚自然ヘッドコーチ退任後のヘッドコーチに就任。就任1年目の2011から12シーズンは開幕前から主力選手の故障離脱に苦しみ、シーズン2勝で最下位に沈んだ。 二年目の2012から13シーズンは再開を脱出し、勝利数も前シーズンの10倍の20勝を挙げた。2013から14シーズンの BJ リーグオールスターゲームでは、チームウエストのコーチを務めた。四年目の2014から15シーズンに、高松を6シーズンぶりのプレイオフ出場に導いた。あと、同シーズン限りで退任。2015年8月、 秋田ノーザンハッピネッツのアシスタントコーチに就任。高松対談後初めて古巣、高松と対戦した12月12日の試合では、長谷川誠ヘッドコーチが、出場停止で指揮を取れなかったため、ヘッドコーチ代行として指揮を取り、82から64で勝利した。2019年6月、アシスタントコーチから昇格する形で、秋田ノーザンハッピネッツのヘッドコーチに就任。 2018年9月、FIBA バ,バスケットボールワールドカップ2019アジア地区2次予選、ウィンドウ4に向けた男子日本代表チームのサポートコーチ権通訳として帯同した。2020年11月より日本男子代表の強化合宿にサポートコーチ権通訳として参加。2021年7月開催の東京オリンピック男子日本代表チームにも参加する。 ありがとうございます。